その前に地図があったのでちょっと説明するとね、今ですからこの唐津駅にいるんですけど、まあ、唐津はね、さっきも言った通り佐賀県で2番目に大きな町なんですよね。だからここでここが中心市街地になるんですけども、ここに商店街が結構あってね、まあ、今からちょっとそこを歩きに行きます。でね、まあ、商店街もいいんですけど、やっぱりねこの唐津は他の地方都市と同じような感じで、あのこの中心部はやっぱりちょっと空洞化しててね、こっちのね、こっちに広域の地図あるんですけど、このね鏡山だったかな、んかこの辺りの地域の、ここのね、202号線かな、ここの道沿いにね、めっちゃその国道沿いのお店ですよね、いっぱい並んでるそうです。そっちがまあ、地元の人からしたらまあ、商業の中心というか、もう車で、まあ、買い物って車で行くよね、みたいな感じだそうで。まあでもちょっと、とりあえずね、どこかこの辺興味あるので、まあこの辺歩いた後、唐津城の方ね、ちょっと行ってみます。今ドスコイがいるのは熊本県熊本市の中心部にあるこの藤崎宮間駅っていう駅なんですけど、この駅は熊本電鉄の最大のターミナルなんですよね。一番メインのターミナルです。なんですけど、この駅他の電車に乗り換えできないんですよ。熊本って路面電車結構あったりするのでね、路面電車に乗り換えできるのかなと思いきやバスしかないんですよ。それがまず味わい深いんですけど、わかります？これ、あとこの藤崎宮熊駅の位置が熊本市の中心部はこの辺なんですけど、その入り口に当たるところなんですよね。あと一駅伸ばしたらちょうどいいのになっていうぐらいの位置なんですよ。だから理想としては路面電車に接続してたら便利なんですけど、そうじゃないんですよね。でこの熊本電鉄はもう一個ターミナルがあって、こっち上熊本って駅があるんですけど、こっちは JR もあるし路面電車に乗り換えもできるんですよ。なんですけど、利用者が多いのはこの他の電車との接続がない藤崎宮前駅なんですよね。それも味わい深くないですか？そんなことないかな。でここに地図があったからちょっと説明するんですけど、これ南北とかちょっとおかしくなってますけどね、これ今ね山口駅これ降りてきてね、今どすこいここにいるんですけど、関と民のうちの関の方の中心部ですよね。山口市役所とか山口県庁とかね、行政の中心はだいたいねこの駅からこの駅前通りを歩いた先にあるこの辺りです。ここに山口市役所があって、あと山口県庁もこの辺にあります。そう、これが県庁です。結構離れてるな。今日ここまで行こうと思うんですけどね。山口市役所見て、山口県庁見てね、行こうと思うんですけど。で、さっき言った、経済の中心というか、ちょっとビルがね、それなりに立ってるところはね、この大通りあるでしょ？これよりもうちょっと北の方、北っていうか、この地図で言う上の方の、なんかね、この辺りに結構ね、ビルが立ってるんですよね。で、この辺りに、湯田中温泉っていう、山口市の温泉地があります。さっきからずっと間違ってるんですけど、湯田温泉です。湯田中温泉は長野県です。で、ここも結構ね、ホテルがいっぱいあってね、ちょっとした観光地です。とりあえず、ま、じゃあ、歩いていきます。で、これがね、下関の中心部の地図なんですけどね。まあ、最初とつこがいたのはここですよね。下関駅があって、で、シーモールがあってね。で、ここになんかこう、なんか結婚式場とかある、なんかあったでしょ？で、今ここにね、コリアンタウンがここにあって、ピューって今歩いてきました。うん。ただま、その、さっきから言ってるように、あ、韓国語書いてある。下関、ウチェグ。ウチェクってなんだ。まあまあわかんないですけどね。韓国系のお店はあんまなかったですけど、あ、今でもね、もう一個見つけてね、あそこにね、ちょっと見えにくいけど、あそこにもう一個だけ韓国系のお店がありました。まあ韓国料理で使えそうな食材とかいろいろ売ってました。でね、まあこうずっと商店街。まあ今ここまで来たんですけど、まだあります。まあちょっとここまで行かないですけど、あとここ以外にね、こっちにも商店があるんですね。豊前田商店街。で、今日はこの先の唐戸っていう町があって、町というか同じ下関なんですけど、唐戸エリアがあって、そこにも今から行きます。ただ、豊前田行くかな？行こっか、ちょっと。あ、見て。これ船ね。釜山に行くのと、青島に行くのがあったの。うわぁ、こっから青島行けたら楽しいだろうな。楽しいだろうな。コロナ後また、ちょっと青島復活してくださいよ。どすこい、コロナ前もね、もう青島なかったと思いますよ。釜山しかなかったと思うんですけどね。あったのかな？